オーロビルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州北部、ビュート郡の都市であり、同郡の郡長所在地である。チコの南東約 40km、州都サクラメントの北約 110km に位置する。2000年国勢調査では、人口1万3004人だったが、2010年では1万5546人と19.5%成長し、カリフォルニア州でも最大級となっている。 市内には、マイド族インディアンのベリークリークランチェリアの本部がある。オーロビルは、シエラネバダ山脈から流れ出て、セントラルバレーの平原を作る、フェザー川の岸にある。カリフォルニアゴールドラッシュの時代に、近郊やシに物資を供給するためにフェザー川の、航行可能な上限の町として設立された。当初は、オファー式と呼ばれていたが、1854年に、 最初の郵便局が開局した時、現在のオーロビルに改名された。現在のビット・ウェルバー橋ビット・ウェルバーで金が発見されて、カリフォルニア州でも初期の金炭高地となり、富を求める数千の山市がオーロビルにやってきた。ビット・ウェルバーは現在広大なオーロビル湖の下にあり、当時の名残でカリフォルニア州でも最初の釣り橋だったビット・ウェルバー、橋が記念になっている。 20世紀初期、ウェスタン・パシフィック鉄道が、シエラ・ネーバダ山脈を抜ける、全天候フェザー川強国ルートの建設を完成させ、フェザー川ルートと呼ばれるようになった。有名な列車、カリフォルニア・ゼファーが運行されると、その20年間で重要な停車駅になった。1983年、この線は、ユニオン・パシフィック鉄道の一部として、フェザー川強国支線となった。 高規格道路のカリフォルニア州道70号線がこの峡谷を抜ける鉄道にほぼ並行して走っている。オーロビルの中国人オーロビルの中国人はオーロビルの歴史を語るもう一つの記念碑でありアメリカ合衆国国家歴史登録財とカリフォルニア州歴史史跡第770号に登録されている。開拓時代にここに移住した中国人労働者が 中国民間宗教と道教、仏教及び儒教という中国三大宗教の信仰者のために礼拝を行う場所としてこの寺院を設立した。現在は中国寺院と庭園と呼ばれ、膨大な人工品の収集物と穏やかな庭園を楽しむことができる。医師はオーロビルでも最も有名な住人であり、ヤヒ族インディアンの最後の一人、原始時代から、 西洋文明の中に入った石器時代インディアンの最後のものと考えられている。1911年に医師がオーロビルに現れた時、即座に全国的な脚光を浴びた。オーロビル湖の観光案内所は、医師とその社会生活に関する全的な展示とドキュメンタリー映画を備えている。考古学調査によって、オーロビル地域にある前世時代マーティス人の北西教会となる場所が、 明らかにされた。1970年代初期、リチャード・バートン、リー・マービン、OJ ・シンプソンが出演した映画ザ・クランズマンはオーロビルで撮影された。この話はミシシッピ終電演部で起こったものだったが、当時のオーロビルは南部の様子にいくらか似ていた。シンプソンは地元市民のお気に入りであり、高校スポーツの受賞式で賞品を渡したりして行くところは、 どこでも友人を作った。マービンとバートンは、バートンの妻エリザベステーラーが賃貸のマンションに住んでいたことがあり、プロスペクターズビレッジモーテルのバーで飲んでいた。マービンが飲み続けている間に、バートンは地元のミスペプシコーラに婚約前のエンゲージリングとプレゼントした。映画撮影の終わり頃に、高校の用務員がバートンは、用務員の妻といちゃついているという噂を耳にし、 その用務員がバートンを追いかけて街から追い出した。オーロビルは、北緯39度30分50秒整形121度33分23秒、北緯39.51389度整形121.55639度、39.51389-121.55639 39に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は12.3平方マイルであり、この内陸地は12.2平方マイル、水域は0.04平方マイル、水域率は0.16%である。オーロビルはフェザー川の航行可能な上限にある。湯葉川が湯葉群のメアリーズビル近くでフェザー川と合流し、その後にサクラメント川に流れいる。 地質的に西のセントラルバレー中赤平の南西のシエラネーバダ山脈の結晶制度上、および北の火山性、カスケード山脈が合わさるところに位置している。オーロビルは地中海性気候である。オーロビル近くの山寮、オーロビルは今日サクラメント川とその支流の洪水面で定義されているグレートバレーの東園にあたる。オーロビルの周辺ではこれら堆積物が フェザーガー堆積物の厚い洗浄地となっているが、このすぐ東に、白亜気候期の薄い堆積物が、南北方向にある。これらは、シエラネバダの地盤の上にあり、オーロビル頭部の下は、ジュラキの緑色変岩が、表面にある変成岩で構成され、その東は、シエラバソリスの花崗岩となっている。これらは活発な劣等固形成の証拠であり、中世代中期から、 後期の東側に滑り込む沈み込み体の上に気づかれている。近郊脈はこの列島湖をたどり、中生代のヒナリーワのズレや貫入によって動かされている。結晶の多い丘陵部は新生代の死神夜にできた細かい海砂に覆われ、さらに深大三期の火山灰に覆われている。この中にはハワイのダイヤモンドヘッドに似たテーブル状の山もある。オーロビル市の地元消防署は、 オーロビル消防署である。以下は2005年の人口推計データである。オーロビルことシエラネバダ山脈丘陵部の衛星写真、オーロビルダム近年リュート群にある、地市が地域の商業中心として成長したので、オーロビルはショッピングが市便で、不動産が安いことでより多くの人々を引きつけている。過去30年間よりも最近の4年間で多くの家屋が建設されてきた。 この理由として、サンフランシスコベエリアの不動産価格が高騰し、ニューファミリー層が流出したことが挙げられる。オーロビルにはかなりの数のミャオ族出身者が住んでいる。ミャオ族は、東南アジアの特に、ラオスからベトナム戦争の後で移民してきた。ミャオ族は、ベトナム戦争の時に、アメリカ軍の同盟側であり、ラオスやベトナムで、共産軍と戦うために、多くのものが徴兵された。 1975年にサイゴンが共産軍のために陥落した後はアメリカへの政治亡命を認められた。毎年秋に祭りが行われており、当初は収穫の祭りだったものが新年の祭りと呼ばれるようになった。ミャオ族出身者はオーロビル人口の4.8%を占めており、北カリフォルニアでも最大の社会を構成している。1950年代にヨーロッパから ルーマニア人が多く移民してきており、現在でも560人が住んでいる。近くにあるインディアン居留地では、インディアン人口が増加しており、2000年国勢調査では、人口比6.7%だったものが12%までになっている可能性がある。最大の部族は、マイド族である。マイド族文化では、世界最大の博物館がオーロビル東にある、ルックアート博物館である。 2008年時点のオーロビル市生活費指数は全国平均を100として79.0である。オーロビルの包括的年間財務報告書2008年版によれば市内の大きな雇用支トップ10は以下の通りである。オーロビル統合高校教育学区はオーロビル地域全体で市内に含まれていない地域までを管轄している。この教育学区は ラスプラマス高校とオーロビル高校という伝統的な高校2校と継続学習校であるプロスペクト高校が含まれている。成人教育のオーロビル成人学校もある。オーロビル基礎教育学区には小学校5校と中学校2校が含まれる。周辺地域には多くの小さな教育学区がある。高等教育機関としてはビュートコミュニティカレッジが町のすぐ北にあり。 近くにはカリフォルニア州立大学地こがある。オーロビルには低出力コミュニティラジオ局である KRBSLP があり、バード通りアーバーでメディアプロジェクトが運営している。この壺根はオーロビルとその周辺地域の多くのボランティアによって第二次プロメテウスタジオプロジェクトの旗揚げとして2002年4月に設立された。音楽、ニュース及び公的事情を放送している。 オーロビルには大型基金適用土壌浄化箇所として、コッパーズ社の製材所、ルイジアナパシフィック製材所とウェスタンパシフィック鉄道の3箇所が指定され、そのうちの2箇所は浄化が終わって指定から外れた。コッパーズ社の製材所は1984年9月21日に未補装地域に排出された化学品によるペンタクロロフェノール、ダイオキシン類、フラン、 他官方皇族炭化水素、重金属の汚染が指定された。ルイジアナパシフィック製材所は1986年6月10日に、ペンタクロロフェノール、ダイオキシン類、フラン、重金属及び他官方皇族炭化水素の汚染で指定された。環境浄化の後、この場所は1996年11月21日に指定から外された。 製材所は2001年に閉鎖された。ウェスタンパシフィック鉄道の総車場は1990年8月30日に、揮発性有機化合物と重金属の汚染で指定された。環境浄化の後、この場所は2001年8月29日に指定から外された。ありがとうございます。